小国氏は、日本の氏族の一つ。摂津源氏の流れを汲む源のよりゆきを祖とする一族であり、内向の孫である、源の雷蓮が、鎌倉時代に、越後国狩和軍省国保の地頭となり、小国氏を、称した。以来、越後国の国人として、上級の乱では、雷蓮が、北条朝時軍に参加するなどした。 小国氏は、質の高い資料において断続的に見られており、戦国期に至っても信用できる系図を持った種族である。南北朝時代には、小国にまが、天神山次郎を拠点に、越後での南朝方として活躍した。兼務2年には、神原津城を築城し、翌兼務3年には、池氏川内氏風間氏沖氏千屋氏 高梨白と島崎城に籠もり足利が高う地方の色辺校長、梶加月奈良と戦うが落城した。戦国時代になると、奥に来球は、上杉謙信に仕え、第一次川中島の戦いでの詰め、越中攻めでの遊軍、佐渡征伐や関東遠征へも参加など、先行を挙げた。謙信死後の御立の乱では、 一族間で、上杉景勝派と、上杉景虎派と分裂。戦後継承は、復信の直江金継の弟、樋口義知を養子に入れて、強引に、小国氏を継がせ、大国と改正。これが、多くによりとなった。よりは後に、上杉家から追放されるが、その後継者として金継は弟、樋口周圏の息子である三頼を指名し、家督を継承させる。 三頼よりの後の大国家は、米沢藩の重臣として存続した。ありがとうございます。